は実はもう一つあります。それは二人が頑張るなめこチャレンジです。はい、今日は二人がちょっと苦手なキノコのなめこ汁がありますよ。ひじきチャレンジからの第2回目はなめこチャレンジです。あ、ひじきよりだいぶ楽だ。若干涙目になってるのは気のせいかな。それはさっきからひーちゃんにずっとね遊んでたから。これは今回ママがずっと食べたかった肉汁屋さんのハンバーグです。なんと A5 ランク仙台牛を使ったハンバーグらしいですよ。一回食べてみたかったので今回は二人に大盤振る舞いです。だってなめこ頑張ってもらうためだよ。なめこの緊張からか口が乾くまで。それでは皆さんお手を拝借します。それでは皆さん大声でいきます。せーの、いただきます。いただきます。まずはサラダから食べるんだぞ。お断りだ。熱々のハンバーグがあるんだけど、サラダから食べた方が体にいいんだぞ。そんなの関係ねえ。うわー、みーちゃん人参、みーちゃん人参から食べる。 A5 ランク仙台牛のハンバーグはどうでしょう。味はどうですか。うまっ。おいしい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 。本当に噛むと肉汁が出るね。本当においしい。ポテトおいしい。じゃあ切れるかな、上手に。よく噛んでくださいね。今回はハンバーグチャレンジじゃなくてなめこチャレンジなので、お味噌汁挑戦してみてください。ん、待って、あれ、なめこは、はるくん納豆好きだからこのぬめぬめ感は平気かもね。完食。おお、初めてのなめこ全然いけるじゃん。あのお兄さん、なめこは普通に食べてるけど人参はハムスターになるそうですよ。どっちかすると人参チャレンジだったのかな。人参チャレンジだね。あのお水で流し込むスタイルでしょ、人参を。人参頑張った。うん、なんかちいちなめこ食べたら頭がなめこみたいになってるけど大丈夫。なめこなめこたらこだよ。無理。なめこたらこだよ。はい、ご飯来ました。お、少ない。え、足りない。なんで足りない。あ、重いぞ。重い。チョコが、ん、チョコが、あ、でもまだ赤ちゃんだからこれくらいしか食べられないでしょ。いや、もっと食べれる。おかわり。大盛りと特盛りどっち。大盛り。特盛り。はるくんは身長を伸ばすために今いっぱい食べなきゃいけないからね。どっすい。どうぞ。みーちゃん人参おかわり。みーちゃん人参、人参のおかわりの前にご飯全然食べてないからまだ。ひなちゃん、ほんと食べるの遅いから頑張って。お味噌汁はちゃんと終わるんだね。うん、そうそうそう、飲むんだよ、お味噌汁。汁、うん、日本の味噌汁なめっこよ。ハムスターがまたやってまいりましたよ。ちなみにひじきチャレンジの時はひーちゃんトマト苦手だったんだけど、あれから克服して食べれるようになりました。ひーちゃんトマトどうぞ見せて食べるところ。おー、すごい。はるくん、ハンバーグ残してどうしたの。もうお腹いっぱいなの。うん、しょうがないな。何、ハイパー英語 AT フィールド、上がって英語仙台級フィールド。ママもまだ食べれるよ、食べてあげようか。にゃお。え、にゃお。育ち盛りだからって2個あげたんだからさ、1個くれたっていいじゃん。ねえ、パパとママに1個ずつくれたっていいじゃんね、2個あるんだから。ダメ。ダメ。ひーちゃんどう、トマト美味しい。へけ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 。ひーちゃん、へけへけ言ってないで食べてください。へけへけ。ね、ソースもすごく美味しい。ん？
ソースもすごく美味しい。うん、ソースもすっごい美味しい。これ肉汁屋のやつ。ソースね。うるせえ。そのさ、パパに言わされてるからやめてもらっていい？いや、わかんなかったよ。そういうことか。今絶対パパに言わされてたでしょ。目がさ、パパの方に泳いでるさ。ご飯中に立たないでください。美味しくて飛んでくのはわかるけど、席を立たないでください。みなちゃんはね、こうやってね、遊んでてね、なかなか食べないんですよ。お兄ちゃんはだいたい20分ぐらいで食べ終わるんだけど、ひなちゃん1時間ぐらいかかるの。ほんと遅いから頑張って食べて。なんでだ急に。噛んじゃったの。普段ハンバーグだと思ったら自分のお口のお肉だったん。そっか。じゃあはるきくん、食レポして。ハンバーグの。じゃあ4文字で終わらせます。はい、おいしい。まあ子供らしくて素直で可愛い。じゃあパパ4文字で表すと。おかわり。ひなちゃんはまだなめこチャレンジのなめこ汁が残ってると思ったらあとちょっとだ、うん、頑張って。はるきさん、もったいないからちょっとずつ食べるのやめてもらっていいかな。もったいない。この周りのソースのよくかかった米粒を一粒残さずに。そして次に俺を小さく切る。やめて。なんでさ、どんどんさ、お上品になってくるの。最後の方に最初からそれで食べてもらえます。お行儀よく。最初さ、すごかったよ。ガブガブって食べてさ。今なんでそのお嬢様みたいになってんの。お口がちっちゃいですね、母ちゃんは。あ、じゃあお嬢様になっちゃったのかな。そこヘキヘキやってるで、早くヘキヘキやってるね。言っとくけど、ハンバーグチャレンジじゃないからね、なめこチャレンジだからね、これ。なめこあっさり終わっちゃったからね。あっさり終わったね、まさかね。でもいいことじゃない、なめこ飲めるって。お、なめこ、横でなめこチャレンジ。なめこ、なんだ。あ、でもよかった、なめこ好きで、嬉しい、ね、うん。あの息子どうにか。嬉しい。じゃあもう自分で牛から育てるしかねえな。そうだ、わかったぞ。なめこが飲み終わりました。イエーイ。あっちも一口を食べたぞ、最後の。ずっと噛んでればいいんだ。はるくはお皿がとても大きいですね。いい感じ。飲んじゃった。次のハルくんの誕生日はこのハンバーグだな。そうだね。誕生日のごちそうじゃなくて誕生日のプレゼントがだよ。ごちそうじゃなくて。違うよ。なにちゃん、ラストスパート野菜。おお、すごいよパパ、見て。もりもり食べてるよ。ひーちゃん頑張れ。ごちそうさまでした。じゃあ次はハルくんの誕生日で食べましょう。イエーイ。ひーちゃん、お片付け早っ。